令和4年1月28日です、本日は金曜夜開催されております。金曜ウレタンレースの模様を YouTube 動画配信いたします。よろしくお願いいたします。本日は前半戦が、ワイドツーリングクラス車両、後半戦はナローツーリングクラス車両です。まずは、練習走行ワイドツーリングクラス終了しておりますので、予選第1ラウンド第1組ご準備の方をお願いいたします。出走ドライバーは浩輝選手、勝田選手、渡辺騎士、藤原選手、凛太郎選手、ワッタン、以上6台走行です。前列グリッド、藤原、勝田、浩輝、藤原、勝田、浩輝、前列グリッドにお付きください。では金曜ウレタンレースワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、まもなくスタートです。はい、スターティングマーシャル、ありがとうございます。スタート10秒前。さあ、スタートしました。今のどうなったの。さあ、トップで帰ってきたのはこのレイアウトを考えた凛太郎。まあ、僕が8割ぐらい直しましたけど。久々にあの赤ペン先生の気持ちに戻りました。赤ペン先生はやってないですけど。さあ、トップ凛太郎、2番手渡辺知、3番手勝田選手、4番手ワッタン、5番手浩輝、6番手藤原選手の序盤レースワードになった。さあ、トップ走行はグリーンに白のマシン凛太郎、2番手その後ろ白蛍光グリーングラデーションカラーが渡辺知、3番手に青白のマシン側が勝田選手、4番手勝田浩輝、5番手ワッタン、ここが近い、6番手に藤原選手。レース残り時間は序盤の1分が間もなく経過いたします。残り2分です。残り2分。さあ、トップ凛太郎、いい形で逃げの体勢、このまま維持していきたいところ。2番手渡辺千賀、後方1秒というところでしょうか。さあ、この周、いや、渡辺千見姿。さあ、これで2番手入れ替わって勝田選手は後方 1.6 秒。トップ凛太郎、2番手勝田選手 1.6 秒差。すぐ後ろに渡辺千賀がいる。4番手にワッタン、5番手藤原選手、6番手浩輝選手。さあ、レースの方は残り間もなく折り返し地点の残り1分30秒です。金ウレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、トップ凛太郎、2番手勝田選手 1.2 秒差、3番手渡辺知、4番手ワッタンが続く、5番手に藤原選手、6番手渡辺浩輝選手。レース残り時間は折り返し点を過ぎまして残り1分15秒です。3分間周回レース残り1分15秒。さあ、いい感じ、依然トップ凛太郎、2番手勝田選手がその候補を 1.5 秒差、3番手に、さあ、3番手いる方がこれで割ったが3番手に上がってきた。レースは残り1分。さあ、トップ凛太郎、いい感じ、グリーンに白い模様の入ったマシン、その後方、青白のマシンが勝田選手2番手 1.6 秒後方、その後ろバッタンがじりじりと詰めてきた白蛍光ピンク、1秒切って 0.7 秒差、4番手渡辺知、5番手藤原選手、ここは近いか。さあ、後期はワンラップか、残り時間30秒です。残り30秒のコール。トップ凛太郎、このまま逃げ切りたいところ。2番手との距離は1秒差、2番手勝った3番手ワッタン、ここは 1.6 秒、4番手渡辺知、5番手藤原、6番手渡辺浩輝。さあ、残り10秒のコール。凛太郎もう一回いた。さあ、ここで、さあ、全車ファイナルラップですね。ここでタイムアップ、次からゴールです。まずは渡辺知ゴール、藤原選手ゴール、さあ、凛太郎決めてきたぞ、トップゴール。17ラップの3分7秒54、ナイスラン。さすが、自分で考えたレイアウトやな、凛太郎。これから毎週レイアウト考えたらもう全部走るんちゃうか。はい、では続きまして、金ウレワイドツーリングクラス予選第1ラウンド第2組ご準備の方お願いいたします。はい、では続きまして、金ウレワイドツーリングクラス予選第1組第1ラウンド第2組、出走ドライバーかっちゃん、かずちゃん、西上選手、上松選手、江村選手、店長、
前列グリッド、かっちゃん西上植松、かっちゃん西上植松前列グリッドにお付きください。なんで1コーナーラージにしたの俺やね。分かってへんのかよ。大丈夫、全部 LINE に記録が残ってるから。りんたろーの1コーナーはもっと走りやすかった。あの3枚にしてた。あー、なるほど。この2枚にしたら店長か。そう。あ、そういうこと。店長がやって。店長がやって。1コーナー2枚には店長がやって。ちょっと難易度上げたとか。じゃあ、お願いします。うん、はい。それではスタートします。スタート10秒前。さあスタートしました。キングレワイドツーリングラス予選第1ラウンド第2ヒット。さあ1コーナーでちょっとクラッシュがあってごちゃついてトップ帰ってきたのは店長がここで生かして生かして生かして、カズさん、カッちゃん、上松店長、N村、西上。さあ1周目の1コーナーが狭いフルターンなんでね、ちょっとごちゃつくこともありますけども、さあ2周目以降はさあ流れてきたぞ。あ、そんな中トップ走るのはカズさん、すぐ後ろにカッちゃん、少し空いて上松、N村、店長、6番手に西上。さあカズさんが快調にトップを走行。さあ2番手カッちゃんがじりじりと差を詰めてきている。その差、おっとここでカズさんミス。さあここでトップが入れ替わってカッちゃん、カズさん、さあすぐ後ろ植松来た。さあ4番手に少し離れて N 村、少し離れて店長。さあ6番手に西上。さあ残り1分40秒。さあトップに立ったカッちゃんがさあじじとに、さあ逃げていくぞ。さあ2番手が入れ替わって植松が上がってきた。さあ3番手カズさん、さあ4番手入れ替わって店長 N 村、6番手に西上。さあ1位2位の差が 1.6 秒ちょっと開きましたね。さあ2番手3番手も少し開いて1秒、3番手4番手がもう7秒空いてます。さあ間もなく残り1分、残り60秒。さあカッちゃんが快調にペースを作り始めた。さあ2番手カズさんとの差は、おっとここで2番手上松に変わったか。さあ 1.6 秒。さあ3番手にカズさんが上松の候補、 1.2 秒。さあ残り35秒。残り30秒。さあっと植松がミス。さあこれで2番手がまた入れ替わり。さあ残り15秒、残り10秒、残した。2番手3番手がこれ微妙か。1の大外勝ったミス。はい、次からゴール。はい、上松勝ったゴール、西上ゴール、 N 村かっちゃんゴール、あと1台。はい、全車ゴールです。もう一切気使わんで大丈夫なんで、もう絡んでももうそういうもんなんで、ほんまに上手い人は絡まんと走らん、絡んできた人はこの程度やなと思ってくれたら大丈夫なんで、全然気にしないで走ってくださいね。はい、では
キンウレワイドツーリングラス予選第1ラウンド終了いたしまして、集計暫定結果、暫定ポールはかっちゃんの17分7秒、おりんたろうも同一秒数17分3分7秒で暫定2タイム、本日は12台エントリーですので、上位5台ですね、上位5台が A シード、今んとこは、暫定上位5台かっちゃん、りんたろう、かったわったん、渡辺ちちまでが暫定上位5台です。ボーダーの渡辺っちが16ラップ一番前の3分3秒ですね、17ラップは必須でしょうか、 A シードに残るには。では続きまして、ワイドツーリングクラス予選第2ラウンドに参りたいと思います。第1組出走ドライバーは凛太郎選手、勝田選手、渡辺選手、渡辺千代選手、幸喜選手、前列グリッド、凛太郎、渡辺千代、渡崎、凛太郎、渡辺千代、渡崎、お三方前列グリッドにお付きください。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります、キンウェイワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第1組3分が周回です。スタートです。スタート10秒前。さあ、早めの刺し身、おっと、さあ3台絡んだ。さあ1台転倒、渡辺ちか。さあオープニングラップトップで帰ってきたのは白系コレンジ、コウキ。2番手凛太郎、3番手ワッタン、4番手藤原、5番手勝田、6番手渡辺ち。さあトップコウキ、このまま守りきれるか。本日好調の凛太郎が2番手、さあティーンネイジャーが、あっとコウキミス。さあこれでトップ入れ替わって、凛太郎トップ、いやしかしミス。さあコウキはミスった。さあ再びトップ凛太郎、2番手ワッタンがすぐ背後、3番手勝田、4番手幸喜、5番手藤原、6番手渡辺ち。さあ序盤の45秒が経過いたしました。さあ暫定2位の凛太郎、現在トップ走行、緑に白い模様の入ったマシン、そしてすぐ後ろ白蛍光ピンクのマシンがワッタン、2番手。さあ勝田が追いついてきた、3番手。残り2分。ワッタンぶち切れんじゃねえんだよ。さあこれでトップ凛太郎、2番手幸喜、3番手に勝った、4番手渡辺ち、5番手藤原、6番手ワッタン。レース残り時間1分30秒折り返しを過ぎました。3分間周回レース半分が経過いたしまして、さあティーンネイジャー同士のバトル、トップ凛太郎、すぐ後ろ幸喜。さあこのペースでいけば17ラップ予想周回は転倒しておりますが、ペース的にはどうだ。さあクラッシュあった。さあ変わってトップコーキー、2番手凛太郎、さあ勝田が追いついてきた。さあ上位、さあ入れ替わり方、2番手勝田。さあレースは残り1分です。残り1分。さあコーキーは1回目沈んでますので、2回目、さあ確実に決めていきたい。現在トップ走行、ペースもいい感じ、トップコーキーがこれでいけば暫定3位、4位、そうやね、ボーダー付近やからここは決めていきたいところ。トップ攻撃は白、蛍光、オレンジ、グラデーションから。さあラスト30秒、ラスト30秒、2番手あった。さあ苦しかった。さあこれで勝った凛太郎、攻撃の順。さあトップ勝った、このまま逃げ切れるか。さあ転倒、戻してあげて。まあどうせ凛太郎は1回目タイム残ってるから。残り10秒です、残り10秒。さあトップ勝った、2番手幸喜、3番手に渡辺千代。さあここで3分経過、ゴールゴールゴール、レース走行中、レース走行中、ゴールゴールゴール、全勝ゴールです。トップゴールは幸喜の17分3分9秒91、暫定5位で渡辺千代を引きずり下ろした。私たちもめちゃめちゃ。
った時はああいう感じで謝ってた。まあこの辺ね、もう動画撮ってたら全部残ってますからね。なんかあの揉めた後ろの声も残ってるから。さあ暫定ポール、あ2回目上げたのが浩喜と渡辺っち、親子で上げましたが形として渡辺っちが暫定6位に引きずり下ろされたと。さあ17ラップが上位暫定5台出ております。もう必須ですね。17ラップの何秒入るかというところが決勝 A シードのタイムとなります。はい、続きましてワイドツーリングクラス予選第2ラウンド第2組。いいやで、ね、はい、前列グリートか、いや失礼、カズちゃん N 村店長、カズちゃん N 村店長、前列グリートしてください。はい、スタートします。スタート10秒前。はい、スタートしました。キングリーワイドツーリングクラス。さあまた1コーナー大クラッシュ。さあまた抜けてきたのは店長。さあ2番手上松を生かした。さあかっちゃんも生かした。さあ上松、かっちゃん、店長で間が空いて、カズさん、N 村、西上、おっとかっちゃんがミス。さあこれで上松が、おっとかっちゃんボディが外れてる。さあ最後まで持った。さあ上松トップ、2番手かっちゃん、その差が 1.7 秒。さあコンマ7秒で店長、コンマ8秒でカズさん、コンマ6秒で N 村。さあ3、4、5、おっと、うん、上松がミスがあったか。さあトップがカッチャーに変わってます。さあ2番手に店長、おっと店長ミス。さあ玉突きなって抜けてきたのは上松。さあ3番手が N 村、カズさん、店長。さあ3、4、5は近い。さあトップカッチャーはリードを広げてきたが、さあボディが肩が外れかけている。そしてこの右回り時折するような動きを。さあ残り1分20秒。かっちゃん、あかっちゃん、上松、N 村、カズ、店長、西上。さあこれで上松さんがミスって、さあ2番手に上がってきたのは N 村。さあすぐ後ろカズさん。さあ4番手に上松。さあ2番手以下ちょっともう厳しいですね。さあ残り50秒。さあ17ラップペースで走っているのはカッチャンだけ。さあ残り40秒。さあカズさんミスって2、3、4がまたつながった。まあ、もう誰も更新せえへんのちゃうかな、この2番の。さあかっちゃんはこれ更新あるかな、まだ。さあボディ外れながらも、さあまだ更新するか微妙なペース。さあ残り10秒。残り10秒。さあ通過通過通過。はい、次からゴールです、次からゴールです。はい、ゴールゴール。はい、選手ゴール。はい、ではでは予選ラウンド全工程終了しまして集計結果出ます。はい、
ドン。何買った？ボディハクメガ。買ったな。おお、すごいな。上位5台、かっちゃん、りんたろう、勝った、わっちゃん、後期まで。はい、では続きまして、ワイドツーリングクラス決勝 B 面へ参りたいと思います。はい、出走ドライバーは渡辺父、植松選手、片山選手、N村選手、藤原選手、店長、西上選手。はい、ご準備ください、ご準備ください。決勝 B メイン、まもなくスタートです。あ、渡辺残ったんや、よかったな、喧嘩だなって。1回目が残ってた。綺麗についたな、ちょんってちゃんってしかついてへんのに、あんだけ飛んでいくんやな。なんかええとこついたやろな。スタートします。スタート10秒前。今日何気にパパよう走ってんの。上松さん、若干昔の上松さんっぽい。わちゃわちゃ感がちょっと。あ、俺 MC やった、食べられない。トップ上松さん、2番手パパ、3番手藤原選手、4番手カズちゃん、5番手店長、6番手 N 村さん、7番手西上さんです。立ち上がりは2台です。順位がカムちゃんが1個上がりました、3番手。1位2位の差は1秒6。まだまだ。3番手カムちゃんが飛んだけど帰ってきた、ラッキー。残り6分。近いのは2位3位、2位3位の差が0.8秒。4も来てる、藤原さんも見えそう。藤原さんの優しい走り、悪くない。トップは依然上松、2番手パパ、3番手カズちゃん、ここが近い、もう見たまんま、0.4秒。もっと、ここでカズちゃんが前に出た。2番手にカズちゃん、もう2番手の前には野村さん、10回遅れ。どうしたい野村。さあ最終は近いのは緑、2位と3位、カズちゃんとパパ、注目はここ。今センターセクションに入ってきた2台。あーっとパパがちょろちょろする。江村さんに惑わされたか。上松さんはもう1台逃げました。1位2位の差が5秒8、2位3位の差が少し広がった。で、1秒7。まだまだ、まだまだわからない。まだまだ4分18秒あります。
あと近そうなのは店長 N 村。店長 N 村、テルトゥノート。5位、6位争いです。大注目の少し離れて2秒後、残りは3分13秒。さあ近いのはまだまだ N 村さん対店長、前後が変わって N 村さんが5位、店長6位。おっと、カズちゃんと藤原さんは周回遅れになってる、いつの間にか。立ち上がりをかけた2位3位が3秒差、カズちゃんが少しリードを広げました。N 村さんに、そこで店長が前に出た。どうでもいいけど。藤原さんが近づいてきてるけど、まだちょいあれ。3秒差。もう3秒差しかないで、藤原さん。残り2分。藤原さんも混ざるのか、4位、5位、6位争いに。ごめんな、ごめん、ごめん、ごめん。やった。みんな聞いてねえか。やったな。あ、ごめんない。誰あれ、大丈夫か？上松。どうなった？お、藤原さんに近づいたぞ、N 村さん。その差2秒。いや、2位3位。2位3位も近づいてる。どうした？カズちゃんが何かあったか？そこ行くで、そこ。いや、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 残り1分です。おっとどうなった、カズちゃんがミス。これで2位に上がったパパ。またカズちゃんが、カズちゃんが下がっていく。どうした、江村さんも近づけた。残り30秒で、また中落ちた。レイアウトの紙大事に残してんの、それファイルしてんの。いや、上松パパ、カズ、藤原店長、N 村、西上さんの順です。残り10秒。残り10秒。タイムアップ。2番、5分、4番、5分、3番、5分、1番、5分、7番、5分、6番、5分、5番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 、
構やるよね。一回だけやで。ほんまに一回だけやで。ごめんなさいね、西上さん、もう下手くそでも恐縮です。下手くそばっかでした、ほんまに。はい、では続きまして、金ウレワイドツーリングクラス決勝 A 面へ参りたいと思います。
はい、ではグリッドにおつく最近オレタンレースワイルドツーリングクラス決勝 A メイン、1番グリッド5番エントリーかっちゃん、2番グリッドリンタロー選手、3番グリッド勝田選手、4番グリッドワッタン、5番グリッドコウキ、6番グリッド上松選手、7番グリッド渡辺っち、以上7台走行スターティンググリッドにお付きください。6番エントリー、はい、スターティングマーシャルありがとうございます。それではスタートです。スタート10秒前、計測ようになりましたね。ねえ、ありがたいですね、ほんまに。さあ、スタートしました。キングウェイワイドツーリングクラス決勝 A メイン8分間周回です。さあ、オープニングラップ、綺麗な周回になった。アクシャノンミスグリッドのまま、素晴らしい。さあ、7台ノンミス3周目、これはミスったやつだけ見ていくよ。あ、コーキさあ、トップ勝ちは2番手凛太郎、3番手勝ちは4番手ワッタン、少し間が空いて5番手上松、6番手コーキ、7番手はダメッチ。さあ、序盤緊迫するレース展開になった。さあ、かっちゃんがじりじりとニートの距離を離してくるか。2番手凛太郎踏ん張れ、3番手勝った、4番手ワッタン。さあ、2、3、4が三つどもえのバトル状態、少し穴が開いて5番手に上松、6番手コウキ、7番手渡辺っち。さあ、レースは残り7分です。序盤の1分が経過いたしました。トップかっちゃん、2番手凛太郎、3番手勝った、4番手ワッタン、5番手上松、6番手コウキ、あっと、コウキミス。さあ、ポジションキープ、7番手に渡辺っち。レース残り時間は6分40秒です。さあ、序盤から上位、あっと、またミス。さあ、これで上松が4番手に浮上。トップかっちゃん、2番手凛太郎、3番手かっちゃん、4番手上松、5番手ワッタン、6番手渡辺っち、7番手コウキ。さあ、レースは残り6分30秒です。まだまだレースは序盤戦。さあ、トップかっちゃんが最長逃げる、凛太郎もまだまだ食らいついている。1位2位の距離がこの周回で 1.4 秒、その後ろ3番手勝田選手が前、凛太郎との距離は 0.6 秒、そしてカーッと勝ったミス。さあ、これで上松が3番手、さあ勝ち上がってきた上松選手、3番手まで来た。トップかっちゃん、2番手凛太郎、あーっと、さあクロッシュも、さあリアウィングか、上松が一気に一気消沈、ノリノリの後一気に一気消沈。残り5分40秒です。レースは残り5分40秒、順位整理してまいりましょう。トップかっちゃんが現在逃げる展開、現在中央セクションから後半セクション、そして2番手凛太郎、グリーンのマシン。さあ、サバイバル2位争いを生き残ってきた凛太郎、2番手、3番手勝ったが青白のマシン、すぐ後ろ白蛍光ピンクが割ったん、ここは3番4番争いだ。そして5番手に植松、6番手渡辺っち、7番手コウキ。レースの残り時間は5分10秒です。さあ、8分間周回です。まもなく3分が経過しようというところ。トップかっちゃん、ノンミス、逃げ切り体制。リンサローもほぼノンミスですね。さあ、2番手、ああ、言うたらミスった。どんまい、まだまだ単独、楽々2番手よ。さあ、勝田3番手がリンサローの後ろ、1.4 秒。そして勝ったすぐ後ろにワッタン、ワッタンはこれもアサシン体制ですね。さあ、狙いを定めるか、3番4番勝ったバーサスワッタン、そして5番手には上松、6番手渡辺千奈までコーギー。レース残り時間4分30秒です。レース残り時間4分30秒、トップかっちゃん、2番手凛太郎がこの周回で 3.8 秒差、2番手凛太郎、3番手勝田選手 1.3 秒差、勝田選手のすぐ後ろ 0.3 秒で4番手渡辺、5番手が上松、6番手後期、7番手渡辺一。レース残り時間間もなく折り返し地点です。8分間周回レース、おっと、さあ2番手凛太郎ミスがあった、勝った3番手がこれで一気に近づいてきた 0.4 秒差。みんな、あの手前の90度右コーナー、ほとんどの人ミスってるんで、
ここ気をつけていきましょうね。ミスってんのかっちゃんだけ。さあ残り3分40秒。さあトップかっちゃん、これで2番手との距離で 4.5 秒、約半周というところでしょうか。そして注目は2位争いだ。りんたろー勝った。2位3位が現在1コーナー2コーナーに入っていく。前グリーンがりんたろー、すぐ後ろブルーが勝った。2位3位 0.2 秒差。レース残り時間は3分15秒です。さあ循環周回レース半分は過ぎております。レースは残り3分15秒。トップかっちゃん、2番手りんたろー、ここは 4.8 秒差。さあ2番手りんたろー、3番手勝ったが 0.3 秒差だ。ワッタンが4番手、前との距離 1.3 秒。そしてワッタンの後ろ植松が、さあじりじりと1秒切って、この周回で 0.9 秒差、いや 0.8 秒差だ。6番手渡辺七、7番手コウキヤ、6番手コウキ、7番手渡辺七、ここもステルツノーズ。あっとリンタラミス。さあ2番手で勝った勝田が2番手に浮上。3番手リンタラ、4番手ワッタン。レース残り時間は2分35秒です。さあトップカッチャンは序盤から淡々とミスなく一人旅。2番手勝った、3番手凛太郎、4番手ワッタン、5番手植松。さあ面白くなってきた。2、3、4、5、四つどもえの2位争いだ。さあ青いマシン2番手勝った選手を先頭に、そのあっと凛太郎ミス。さあ植松が追い込まれた。まあ今のは避けられへんもんがある。さあ残り時間は2分10秒です。どんまいどんまい植松、頑張れ植松、渡辺親子に負けるな。さあ植松が生き残る。残り2分です。残り2分、頑張れ植松。残り さあ残り1分45秒。トップかっちゃん、2番手勝った、3番手バッタン、4番凛太郎、5番手コウキ、6番手植松、7番手渡辺っち。頑張れ植松、渡辺親子に負けるな。さあ残り時間1分30秒です。トップかっちゃんがこれで2番手勝った選手との差は 5.6 秒差。2番手勝った3番手バッタンが、ここがテールズノーズですね。さあ2番手3番手これで植松がバッタンを殺すのが一番おもろいよね。残りは1分15秒。さあトップかっちゃんが序盤からノンミス、これはもうビクトリーペースですね。2番手争い注目してまいりましょう。青いマシンが2番手勝った選手、そのすぐ後ろ白ピンクは割った、そしてワンラップの上松選手。さあ残り1分、リンタロー4番手、5番手コーキ、ここが 1.7 秒か、微妙に近いか、コーナー2つ分というところでしょうか。レースは残り45秒です。残り45秒。さあかっちゃんが、あっとワッタンミスだったか。さあこれで勝ったが単独2番手、ワッタンは後方。あ、それでもまだまだ1秒切ってるぞ、 0.7 秒差だ。残り30秒。さあ注目は逃げる恋、勝ったワッタン気持ち植えます。残り20秒。さあ注目逃げる恋だ。残りはここで、あと1周半というところでしょう。2位3位、おっと勝田ミス、ファイナルラップ、ワッタンがここに来て2位奪還。さあタイムアップ、リンタロー渡辺コーキゴール。ゴール。はい、お疲れ様でした。トップかっちゃん、2位ワッタン、3位勝田選手でした。いやいや、8分間楽しかったです。楽しかった、8分間楽しめた。頑張ってんの見てた。頑張ってたで、上松さん。そう、頑張ってたで。まあみんな頑張ってたけどな。はい、以上にて金売れバイドツーリングラス前半戦終了です。この後は後半戦のナローツーリングラスです。令和4年1月28日金曜夜に開催しております、金曜ウレタンレース。後半戦はナローツーリングラスを行います。練習走行はすでに終了しておりますので、予選第1ラン第1ヒート間もなくスタートいたします。
出走ドライバーはかっちゃん、勝田選手、綿崎選手、幸喜選手、藤原選手、上松選手。前列グリッド、かっちゃん、綿崎、藤原、かっちゃん、綿崎、藤原、お三方、前列グリッドにお付きください。それでは金曜ウレタンレースナローツーリングラス予選第1ラウンド第1ヒートスタートです。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。スタート10秒前さあスタートしました。マイナ今のなあ。さあ、トップかっちゃん、2番手わったん、3番手藤原、4番手上松、5番手こうき、6番手勝田。さあ、あっと、さあトップかっちゃん出ると。さあ、これでトップ入れ勝った。わったん、かっちゃん。あ、しかしまたミス。さあ、これで再びトップ、かっちゃん。2番手に藤原選手上がってきた。いいですよ。3番手上松、4番手こうき。5、お、さあ入れ勝った。2番手入れ勝って、いいですね。今のこうね、ハイテクニックですよね。さあ、かっちゃんトップ、2番手上松、3番手藤原、4番手幸喜、5番手ワッタン、6番手勝田。さあ、各社ポジション入れ替えながらも、集団のペースはほぼ維持している。あっと、さあ。残り2分。どうも、後期そういう大人の世界はそういうこともある。蹴られた上に踏みつけられることだって社会にはよくあることや。さあトップかっちゃん、2番手植松1秒差、3番手争いはさあ因縁のワッタン勝った、この危険な前後の布陣、そして5番手藤原、6番手後期。さあトップかっちゃんが序盤ちょっと危ないシーンもありましたが、なんだかんだでトップ帰ってきて横綱相撲を見せている。そしてナローツーリング絶好調の植松選手、後方 1.2 秒、3番手にワッタン、4番手勝った、ここが 0.3 秒差、5番手藤原、いや5番手これで後期、6番手藤原。レース残り時間は1分です。残り時間1分、残り1分。チームでナローツーリングクラス予選第1ラウンド第1組、トップかっちゃんが赤白マシン、後方イエローグリーンのマシンが2番手上松選手、 1.3 秒後方です。3番手にワッタン白ピンク、そのすぐ後ろ 0.4 秒で白青が勝った。5番手後期白蛍光オレンジグラデーション、6番手白蛍光エロ蛍光ピンクは藤原選手。レースの方は残り30秒です。残り30秒。さあ3番手入れ方、勝った、割った、入れ替わって3番4番、おっと、さあトップ勝ったん、ちょっとミスがあった。これで後方上松選手は 0.7 秒。レース残り時間は残り10秒。さあトップグループファイナルラップに入っていく。ストレート2台、3番手勝ったが単独、4番手割ったん、後期、藤原の準備。さあここでタイムアップ、後期ゴール。かっちゃんゴール、上松が後方 0.3 秒でゴールです。藤原ゴール。勝ったゴール、レース続行中。ワッタンで停車ゴールです。トップゴールはかっちゃん、16ラップ3分4秒45。はい、では続きまして、キングレナローツーリングクラス予選第1ラウンド第2組へ参りたいと思います。出走ドライバーは、凛太郎選手、渡辺千片山選手、江村選手、西上選手、店長。前列グリッド、凛太郎、渡辺千江村、凛太郎、渡辺千江村、お三方前列グリッドにお付きください。では金売れナローツーリングクラス予選第1ラウンド第2組、まもなくスタートです。はい、ではいきます。スタート10秒前。Thank you.
な。トップガリナはパパ、リンタロウ、N村、店長、カズ、西が、トッシパパ、リンタロウ、 N 村、カズ、店長、トッティ残り2分。いいスタートを切ったパパ、このまま走り切りたい。後ろにはリンタロウ、いい距離で走っております。そのままそのまま、少し後に N 村、カズ。さあ、パパとリンタロウ2人でタイム残してください。危ない、おっとラッキー、戻ったリンタロウ。これで2番手3番手が近づいた。まだまだロスは最初。パパがいい感じで予想周回はズーロックス。残り60秒。残り30秒。パパいいよ、ノーミスです。これはリンタロウが3番手に下がる。いいタイムが残りそうだ。残り10秒。入ってた。タイムアップ。34番、5番、3番、5番、6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 
集計出ます。さあ暫定上位5台はかっちゃん上松勝った渡辺知恵沼が16ラップの3分9秒で暫定6位凛太郎が16ラップ3分10秒と16ラップの9秒切りが暫定シード必須条件となってきております。はい、では続きまして金フレナローツーリングクラス予選第2ラウンドへ参りたいと思います。第1組出走ドライバーはかっちゃん勝田選手、綿崎選手、幸喜選手、藤原選手、上松選手、ご準備の方をお願いいたします。前列グリッド勝田、幸喜、上松、勝田、幸喜、上松、前列グリッドにお付きください。でもだって勝田さんとは 0.3 秒差すから。うん、そうそうそう。でその後ろ N 村さんも1秒後方やから、これも気が抜けませんね。はい、スターティングマーシャル最年長やのにありがとうございます。まあ、凛太郎ああいう時どういう気持ちで見てんの？あ、ジジイがスターティングマーシャルしとんなって思うの。
さあ、おすごい、元のも早っ、ほぼロスてない、反応速度ですよ。さあ、オープニングアップ、ちょっとスタート直後ガチャガチャとしましたが、トップ勝ちは2番手上山、3番手、あーっとこれで3番手バッター、4番手勝った、5番手コウキ、6番手藤原。さあ、目にも止まらぬ反応速度でレースが展開していっておりますが、さあトップから、あっと見せ方、さあ上山の巻き込まれた、元のも速い。さあこれでそばっちりをくらたま上松、とはいえ3位で復帰しております。トップかっちゃん、2番手バッタン、3番手上松、4番手コウキ、5番手藤原、6番手カッサ。このクラッシュトラブルの後の復帰、これもね常にね意識してるとダメですよね。もう 0.1 秒切るつもりで反応してレースに復帰する癖を普段もつけとかなきゃいけないですね。残り2分、さあレースは残り2分です。序盤の1分が経過いたしました。トップかっちゃん、2番手ワッタン、3番手終えます。さあ1、2、3、さあ残り1分45、半分が周回です。まもなく半分が経過しようというところ。さあ依然1、2、3、10つなぎ。さあかっちゃんトップ、2番手ワッタン、3番手終えます。さあ残り時間1分30秒切りまして、残り1分25秒、そして4位争いも近いぞ。藤原か、やっとさあ見せた、藤原勝った、コウキ、あっとさあクラッシュ、さあ今の見てへんかった。さあこれで2番手上松、3番手ワッタン、さあトップかっちゃん、2番手上松が 1.95、 これ予選1回目のペースで言うたらかっちゃんは更新ペースですね。あーとクラッシュ、さあ藤原がペ、おいけぽちゃ、さあ戻ってカズサービスが入って復帰です。さあ残り40秒です。残り40秒、トップかっちゃん、2番手上松 1.3 秒差、3番手ワッタンが2秒後方、4番手コウキが 1.9 秒後方、5番手勝が 2.2 秒後方、藤原が 1.4 秒後方、7番手、残り30秒、ラスト30秒、ラスト30秒、あっと勝田がミス。さあこれで勝田は更新は厳しいか、残りは20秒です。勝っちゃんトップ、2番手上松、ここは更新ペースかな、ギリギリのとこですか。さあ残り10秒です。残り10秒、さあ残り4、3、2、1のタイムアップです。藤原選手ゴール、勝田選手、カッチャン上松ゴール、カッチャンレース突破中、攻撃で全車ゴールです。トップからカッチャン16ラップ3分4秒30で、おわずかに自己ベスト更新、そして暫定ポールも更新ということです。ちょっとだけ、さあそして2回目上げてきたのはワッタンが2回目暫定3位に入りました。でコウキが暫定6位です。2回目は藤原選手も自己ベスト更新となります。では続きまして、ナローツーリングクラス予選第2ラウンド第2組、ご準備の方お願いいたします。出走ドライバーは凛太郎選手、渡辺千、片山選手、江村選手、西上選手、店長、前列グリッド、カズちゃん、西上選手、店長、カズちゃん、西上選手、店長、前列グリッドにお付きください。ワッタンのもよう走っとったな。じゃあ選手もよう走っとったよな。走りすぎてる。選手は走りすぎて空回るし。2番手カズちゃん、店長パパ、N 村、店長コケタ、トッシー、
凛太郎、2回目ジャンプアップしたい。今8番手やからね。例年圏内には8秒、3分8秒欲しい。先ほどは3分10秒、全然狙えるペースです。残り2分。いいぞ凛太郎。一気にジャンプアップ。カズちゃんも後ろから来ている。アグレッシブに。まだまだ A 面圏内。頑張れ凛太郎。おっと、なんか飛んでた。凛太郎、カズ、エネムラ、パパ、店長、トッシー。残り60秒。残り60秒。さあ厳しくなってきたか。凛太郎頑張れ、もうちょい頑張れ。もうどうせならもうちょっと頑張れ。もうちょっと頑張れ凛太郎。今 A 面ちょっと足らんぐらい。頑張れ。残り30秒。残り30秒。頑張れ頑張れ凛太郎。凛太郎、江村、カズ、パパ、店長、トッシー。残り10秒。さあパパと凛太郎どうか。5番手。じゃパパ5番、1回目が残ってんタイムアップ、うん、5番、5番、5番、凛太郎が何個で帰ってくる。6番、5番、50番。凛太郎16分8秒62。惜しくも6番ってか。100分の2秒足らない。パパもよかった。パパも見たかもな。そうだね。凛太郎の。まあミスか。まあミスたらあかんな、せやな。はい、予選2回目で揃いまして、かっちゃん、上松、わったん、勝田、渡辺、千島でシートでーす。では続きまして、奈良ツーリングクラス決勝 B グループへ参りたいと思います。ナンバーすんの。はい、では金売れ奈良ツーリングクラス決勝 B グループスターティングリッドにお付きください。1番グリッド凛太郎選手、2番グリッド光輝選手、3番グリッド N 村選手、4番グリッドカズちゃん、5番グリッド藤原選手、6番グリッド店長、7番グリッド西上選手。はい、スターティングリッドにお付きください。何のボタン押したらあんなこけ方できんの。スタートします。あと10秒前。反応切った奥の方に入る。オープニングラップ、きれいに流れました。グリッド通り、きれいに流れてます。トップ、凛太郎、2番手、光輝。3番手が N 村、カズ、藤原、店長、トッピー。さあ、まだいかない、光輝、一瞬引っ掛けた。若干届かなかった。凛太郎、ここは決勝なんでね。
立ち上がりは2台。根村さんも序盤は早いと思うまだ。さあコースがインついたがまだ行ってない。立ち上がりスピードで負けたな。そらインから行ってるからさ。インタラマジ10代同士の熱い戦い。もうなんか10代同士やからなんか安心して見てられんな。やり合ったらええやん。あった触っておさわりしていけいけいそんな一体なんだもん。今度は凛太郎が後ろ、江ノ村が来てる。10代の後ろに68歳。13歳18歳68歳が来てます。トップ18歳、2番手13歳、3番手68歳。かっこええ68歳やな。18歳が依然トップ。2番手には13歳。3番手には68歳。13歳と68歳の差は 0.8 秒。たった 0.8 秒。年の差55やのに車の距離はたった 0.8 秒。ああもう中村さん優勝みたいなもんやこんなの、うん、どう考えてんの。さあ13歳が見せた後ろに68歳が来た。55歳年の差のタイム差は 0.4 秒になった。カズちゃん57。え、カズちゃんもう57になった。イメージ52歳ぐらいで止まってる。え、上マティは今年55。どうだった。お、68歳が前出た。勝ち上がり圏内にいるのは18歳と68歳、その差50歳。でも68歳が一番上手にドライビングしてるわ。綺麗に丸を描いてコーナーも。誰が誰か車おかしい。あーコクシー68歳と13歳の差1秒69。腰開いて徐々に開いていってる。恐るべし68歳。残り4分。なんか、ゴー。分からんけど、だいぶ低いな、これ。あ、走れてへんのか、もう。危ないな。なあ、なんやろ、なんか、ずれた？危ないな。もうちょっと外れときますと、危ないですね。まっすぐ走ってんの。なんでやろ。さっきギリギリやったんじゃ、車高が。そんなことそんなことある。そんな車高攻めてんの。関東流か。金車高や。あー、凛太郎またいだ。そこまでか。残りまだ2分48秒ありますが、どこが近い。カズちゃんと店長が 0.2 秒差。
R33 と RX7、 ちょっとイニシャル D っぽいな。まだ出てなかった。3人かあれ。残り2分。近いところ。すごいな、こんな離れるもんなん、バラバラに。藤原さんが、あ、藤原さんが3番手に上がってる。藤原さんと凛太郎が近い言うても2秒98。え、トップは？トップはコーヒーちゃん。うん、こけた誰や？凛太郎藤原。3番4番ラスト1分。残り30秒。残り10秒。タイムアップ。2番ゴール。後期ゴール。5番ゴール。55番ゴール。1番ゴール。34番ゴール。6番ゴール。さあ、トップゴールはコーキー2位 N 村選手まで勝ち上がり。よいしょ。今日はしんどいけど走ろうかな。今日は N 村さんあれだね、金売れの車昼間やってへんかったから調子いいですね。昼間全然関係ない、あのドリフトとかやってたから。そうやね。はい、では続きまして、金売れナローツリングラス決勝 A 名まずはかっちゃんからどうぞ。はい、続きまして上松選手。はい、ワッタン勝田選手。渡辺父で、勝ち上がり後継 N 村操縦台を選びください。さあ、スターティングリッド予選ポールポジション、1番グリッドかっちゃん、2番グリッド予選2位植松選手、3番グリッド予選3位ワッタン、4番グリッド予選4位勝田選手、5番グリッド予選5位渡辺っち、6番グリッド勝ち上がってきた後期、7番グリッド2位使い最高齢ファイナリストで沼村選手68歳。はい、スターティングマーシャルありがとうございます。では参ります。キングレナローツーリンクラス決勝 A 名派巡回周回レーススタートです。スタート10秒前。さあ、スタートしました。注目のオープニングラップ。どんまい。さあ、ちょっとクラッションが響いた。
さあトップかっちゃん2番手こう後期勝ち上がりの後期が2番手まで来ている。さあ一体何があった。2位が3番手に白ピンクが割ったん。4番手白蛍光グリーン渡辺っち。5番手イエローグリーン上松。6番手白青勝った。7番手イエローパープル N 村。さあ序盤ちょっとフラッシュオンの後大きく2位以降ポジションの入れ替わりがあった模様。これでカッツァントップ、2番手コーギー、その差1秒差、2番手コーギー、3番手ワッタンが同じく1秒、4番手上松選手が3番手ワッタンの後ろ 2.0 秒、渡辺っちがその後ろ 0.6 秒つけている。いやミスがあったか。これで間に残り7分。はい、ここからここからレースは残り7分です。残り7分、トップカッツァン、2番手コーギーや、さあ縮まっている 0.3 秒差。いやこれで 0.2 秒だ。はい、1位2位がテールトゥノーズ。現在計測ラインからストレート2台、前カッチャン、後ろコーギー、3番手白ピンクは渡辺単独、4番手イエローグリーンが上松、5番手 N 村渡辺一志勝った。5、6、7。さあ N 村2位、これで渡辺一志が5番手に浮上、6番手 N 村7番手勝った。さあかっちゃん後期 0.2 秒、ワッタン上松も近づいてきたぞ、 0.8 秒差。さあ注目は完全にテールトゥノーズのかっちゃん後期。レース残り時間6分です。残り時間6分。さあ2分経過しまして、各ポジション熱いバトル。おっと、さあかっちゃん後期一触即発のラインの取り合いとなっている。トップ争い、さあ右隅のヘアピン状のコーン、おっと、さあおっと、さあ後期がインからギリギリのポジションを狙いますが、最後の最後でスペースが開かない。おっと、さあ入れない。でも失速したね。おお、さあ残り5分20秒、コーナー R が小さすぎると立ち上がりで失速してしまう。これも立ち上がりのスピードまで考えてライン取りなんかしないぞ、コーキは。とりあえず本能で走る。さあ、対してカッチャンは落ち着いたドライビング。コーキがギリギリのプレッシャーをかけますが、さあ、おっと、さあ、しかし入れない。残り5分。さあ、一番難しいところ。さあ、残り5分です、残り5分。トップカッチャン。2番手コーキ。さあ、ラッパーさあ、これで後期トップに立った。さあ、ラップマーカーとの絡み、一番難しいところ。さあ、これでトップに立った後期。白蛍光レンジ、2番手カッチャンが 0.9 秒。さあ、得意の N 村選手がいるよ、目の前にカッチャン。そして3番手に割った3番手割った、割ったが難しいところ。4番手上松、さあ、割ったが上松を従えて、カッチャンの後ろ 0.9 秒。さあ、レース残り時間4分10秒、まもなく折り返し点です。さあ、コウキがトップ、2番手カッチャンとの距離は 1.3 秒、2番手カッチャン、3番手ワッタンが 1.1 秒、ワッタンのすぐ後ろ上松が 0.2 秒。違う、クラッシュするぐらいやったら楽なところで生かしときゃええやん。さあ、残り3分50秒折り返し点を過ぎました。残り約4分、トップ後期、2番手カッチャン 1.6 秒、2番手カッチャン、3番手ワッタンが1秒、その後ろ 0.3 秒で上松、あー、ワッタンミス。さあ、これで上松が3番手、上松頑張ってるよ。カッチャンの後ろは上松が1秒、ワッタン4番手、5番手勝田、6番手渡辺一、7番手犬村、あと後期ミス。さあ、これでカッチャンが後方 0.6 秒。レース残り時間は3分20秒です。残り3分20秒。金売れナローツーリングクラス決勝 A メイン。トップ後期、あー、ミスがあった。さあ、これでカッチャンが入った。一瞬の隙。さあ、後期の一瞬の隙をついて、カッチャントップ奪還。しかし、これで前クリアだ。さあ、トップグループの前クリア。レースは残り3分です。残り3分。さあ、すごいレース展開となりました。ラップマーカーが入り乱れてのトップ争い。カッチャン再びトップに立った。コウキが先ほどと同じく
インからギリギリのプレッシャー。さあ3番手は上松ですね。さあ上松トップ争いの後ろ 0.9 秒、1秒切ってきている。さあかっちゃんトップ、2番手今季 0.1 秒差。さあ上松がこの週さらに詰めたぞ、 0.7 秒差だ。レース残り時間2分20秒。さあトップかっちゃん、2番手後期 0.2 秒、上松がその後ろ 0.7 秒。あった、さあクロッシュ。さあこれで上松が追いついた。あーかっちゃんミス。さあこれでかっちゃんが4番手まで交代だ。前が走る。残り1分50秒、トップ後期、2番手上松 0.3 秒。さあ今度は2番手上松、3番手争いがワッタン勝田、ここが 0.、 いやミスがあったか。さあ残り1分30秒。さあ今度はメンツを入れ替えてのトップ争いだ。後期上松が 0.5 秒差、3番手にワッタン単独、白ピンク、その後ろ青白が、いや4番手カッチャンか、カッタがワンラップ。さあ残り時間1分10秒です。抜けてる、抜けてはいない、あワンラップやね。順位整理します。トップ後期、2番手上松、3番手ワッタン、4番手カッチャン、5番手カッタ、6番手 N ブラン、7番手渡辺っち。ラスト1分です。ラスト1分。さあ後期逃げ切れるか、上松追いつけるか、 0.5 秒差。さあワッタン先頭したが3番手で戻ってきた。残り時間は40秒。さあ最後の踏ん張りどころ、トップ後期、2番手上松。残り30秒。さあラスト30秒、1位2位 0.5 秒変わらず。さあ白蛍光オレンジグラデーション後期トップ、現在最終コーナーストレート、そのすぐ後ろイエローグリーンのマシン上松選手。ラスト残り10秒、ラスト10秒、トップグループファイナルラップ。タイムアップ。さあタイムアップ、ゴールゴール、ウェイゴールゴールゴール、レッドパッチュゴール、もう一回、はい電車ゴールでーす。ロートリングラストップゴールは後期に上松選手、3位まったんでした。お疲れ様でした。8分間お疲れ様でした。皆さんナイスラン。なかなかナローの8分やばいっすね。今日後期は NSB で走ってたんですよ。あーなるほど、NSB でトップゴール、普段使わせない、普段使わせない NSB。 今日何か撮ってたよ。はい、お疲れさんでした。はい、以上にて本日金曜レターンレース終了です。